皆さんこんにちは。私は NPO 法人シャローム代表の大竹静子です。今年もひまわりの種をまく時期となりましたね。私たちも吾妻山のふもとの畑で種をまきました。日本列島は南から北へ長く伸びています。南からは根が大きくなりましたという報告が来ております。東北、北海道はこれからですね。福島と全国をつなぐひまわりプロジェクトは福島の震災、原発事故から始まりました。震災、原発事故の教訓は人の命を大切にする、人の命をつないでいくため助け合い、支え合っていくことを教えられました。この助け合い、支え合いの実践がひまわりプロジェクトを継続させています。助け合い、支え合いの輪から共生社会が生まれています。小さな子どもからお年寄りまで、そして障害を持つ方々も共に種をまくことによって地域の皆さんと新たな交流が生まれます。これから芽を出してたくさんのひまわりを咲くのを覚えた時に心がワクワクしてきます。このワクワクドキドキが全国で多くの皆さんが味わっていると思いますと、またワクワクしてきます。自然は私たちに多くの恵みを与えてくれますが、時として多くの試練も与えます。これをみんなで支え合って乗り越えていくことで恵みは与えられます。収穫までの間を皆さんと共に頑張っていきたいと思います。この収穫された種がひまわり油、みんなの手となり、次の土地のひまわりプロジェクトへつながっていきます。皆さんと共に今年も元気に楽しく進めていきますように心から願っています。それではシャローム。